自然サイエンライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、今日はね大津栄子の里の棚田に来てます。はい、今年豊作でしかも食味も良かったっていう形でね、あのー、復活した棚田が喜んでると思います。はい、すでにねあの秋おこしを始めてですね、あのー、分解をね促進するおキジの鳴き声ですね、歓 <laughs> 迎してくれてます。 はあ、BGM ではありません。<laughs> であのこちらのね「現代農業さん」ではこれ9月号ですけどもあの今連載させていただいて「週末自然稲作」っていう形であるある失敗スカッと解,解決術こちらがね好評につき2年目の連載に入ります。はいありがととうううございいますで、ね、こういう、ね、棚田とか 自給用の田んぼだとか週末にね家庭菜園の延長でお米を自給したい人にいろんなことをねお伝えしてるんですけども今度あのー、冬の農間期に1月2月っていう形でオンラインでセミナーを行おうと思っております詳しくはね概要欄見ていただければ嬉しいですはい皆さんがねお米が自給できるようになると僕はね 自分でお米をやってみてみここんんななに幸せなことが増えるんだ確かに大変なことはあります。だけどもいただきますっていう根源のお米の命をいただきますであったりもしくはごちそうさまそういったね日本人の心に響く稲作作りがねできることは非常にあの心の平安であり実際に食べて美味しいですしそのお米をね手伝ってくれた人が一緒に食べてもらえるとすごい幸せな気分になります。皆さんもね あの自然稲作、自給稲作って形でやり始めてみてはいかがですか。はい、お好きなエコの里の田んぼ川でした。またねー。